オッソーラ勇者、プリパラ神6弾。これ金曜にやったやつだっけな。もう2回分溜まっちゃってるから、サクッと紹介していくよ。さあ、開けていこう。リケレク、うん。リケレク、うん。リケ、レク、とは、まあいい。リケレク、リケレク、リケレク、リケレク。ちょっとこれ邪魔じゃないか。よいしょ、よいしょ。うん、飛ぶったよ。くひゃ。リケレク、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 リケ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 
シークレットかたぶったよ。リケレ君、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 リケレ君。ダブった。待ってくれ。やばいよ、全部ダブってるわ、今んとこ。リケレ君、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 よし。スロープは、ダブ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 。全部ダブったー。さて、行こうか。あ、そうそうそう。Google プラス、やっと、ちゃんと、一応、だいたい、使えるかもしれない感じになったから、相当前にもらってた、エリサ茶さんの友知恵、発見できたわ。なんか、エラーとかでスマホ落ちちゃうと、あの上に出てるやつ、消えちゃうから、どうやって行ったらいいのかわかんなかったのか、それとも先に消えちゃってて確認してなかったのかな。なんかすまないよ。だいぶ待たしてしまったわ。で、あとは、この前の続きでひなちゃそと一緒にライブしてきたわ。そして出たのが、てかプリリズコーデをキーの黒がおすすめだったから適当に黒の帽子をかぶりの、合わないか。出たのが、イゴちゃんスパイトップス。イゴちゃん、スパイだったのか。からの、この前のパンで出たやつだっけかな。の、と、ひなちゃそう、黒いコートのゆうちゃちゃん、アンドなの、なんでエンドって言うんだ。まあいいか。チョリチョリヘアアクセ。ヘアアクセは、いいよー。グッド。からの、この前のジュースでもらえた友知家のラーラと、ひなちゃそ、まあ、プリリズ適当コーデ、まあ、黒だからね。黒いやつで合わせーの、オフィサマーマッチシューズ。ああ、そうだそうだ、これ。リボン、すごい、黒のやつで合わせてたんだけど、紫合うかなと思ったら、つけた瞬間に、ってなって、黒に直そうとしたけど、もう時間切れになったんだろうね。そう、ヘアアクセは時間切れになりやすくてマッチングだわ。そして、ジュースのチリチャソにヒナチャソ。そして、ビジュアルレッドワインシューズ。なるほどね。ペロピタシ。ペロピタシとヒナチャソと、クラシカルパウルヘアアクセ。あ、そうそう。さっきのチョリーチョリーヘアアクセ、早速つけてみたわ。グッド。そして、メガミジュリーと、ひなちゃそ。からの、ちょっと、ゲームの方だと、ちょっと、ドセクシーすぎて、なかなか、リズムゲームに集中ができなかったレベルなんだけど、プリチケだと、ちょっと伝わりにくいよね。まあいいか。すごいことになってるよ。全くエッチなゲームだお。そして、ゲットできたのが、フォアアソルヘアアクセ。なるほどね。なんか、似たようなのいっぱいあるんだけど、微妙に違うんだろうね。鼻系の頭につけるやつ。で、久々に、メガドレインから、ゆうちゃちゃんのお友達呼んできたわ。センチャチャソ。と、ひなちゃそ。出たのが、ブライトグリーンバーニーマジシャンシューズ。え?かかとのとこにグリーンがちょこっとあるだけで、ブライトグリーンバーニーっていうの。どっちかっていうとピンクとかな、まあいいか。で、ジュネ様が着てたやつだわ、プリリズで。一瞬、チチバンド外につけるタイプなのと思ってちょっと興奮してたけど、よく思ったら、リボンっぽいよね、これ。リボンかな?まあとにかく、そんな、
そんな最先端な乳バンドってそれ外側につけたら意味なくねっていうやつじゃないんだもん。あれ意味はあんのか？ん？ないのか？まあいいか。とにかく、落ち着くんだもん。そんなハレンチな服は、ないはず。多分。男で言うと、ジーパンの外側にふんどしをつけてるようなもんだからな。そう。そんなことは、おかしいよ。よし。というわけで、まほちゃん。まほちゃんじゃないよ。まほちゃだよ。と、ひなちゃそ。で、出たのが、マリンハート・ドロヒー・チョップス。なるほどね。で、これまた、あれだよね。3DS だと白っぽかったんだけど、だいぶ黄色いよね。黄色いっていうか、なんだ、何色っていうのかな？黄色、暗めの、ダーククリームイエローって感じ？ダーククリームイエローなんだったっけ？まあ、とにかくそんな感じの色。まあ、とにかくちょっとがっかりしいのでも、透けて中が、透けて中が見えてますよ。とってもエッチな服だったわ。けしからんもね、プリパラは全く。いいぞー。そして、アソちゃん。初音ミクじゃないよ。アソちゃん。と、ひなちゃそ。で、まあこれまたよく出るんだけど、なかなかゲットする機会のない、にゃ、にゃい、機会のない、ポッカポッカニット黄色ヘアアクセ。ポッカポッカシリーズなかなか、ね。ほら、あんまり、ポッカのジュースばっか飲むかって言われたらそうでもないよね。何の話？さて、これ、ヘッドパーツが最新のプリパラ。で、こっちのボディーパーツが、だよね。うん。プリリズのやつ。で、新旧のこの、なんかモコモコしたやつの組み合わせだよ。次行ってみよう。そして、ちょいと時間がなくなってきたから、友近紹介ライブは今回はこっちでおしまいにしたよ。で、一緒にやったのが、メガドレインのユーチェさんのお友達、ブドちゃんと、ひなちゃそと、ふわりちゃそ。で、友近あるか、選んでたら時間切れになっちゃったから、プリプリ言わないプリプリ委員長が来てくれたよ。グッて。で、ゆうちゃちゃんが着てるコーデが、この前のジュースでゲットできた、この、ハンナーリーミアブリキラキラコーデ、だお。ハンナーリー。いいよ、ハンナーリー。で、プリプリ言わないプリプリ委員長が着てくれたおかげなのか知らないんだけど、プリプリ委員長が昔着てた服の、パラカッパバージョンがゲットできたお。マジカルプエロパラカッパコーデ。グッて。というか、ゆうちゃちゃん、よーこれは戦闘力が高い高いぞーよし。そして、ラーラを神アイドルにしようってことで、神アイドルグランプリファイナルやってきたわ。ただ、ちょいとミスをしてしまってな。まあいいや。とりあえず、ゲットしたのが、エターナルブラックオアホワイトパニーだお。そして、何をミスったかっていうと、ゆうちゃちゃんの友知恵、ひたすら、どれもこれもマイチケ部分を読み込んでて、なんか、うん、あれ、読み込まない、あれ、なんだ、あ、うん、反射してる、うん、汚い、汚れでもついてるのかな、指紋かなって、あの、両替機1000円返ってくるの、あれ、折り目とかじゃなくて、主に指紋のせいで読み取れなくて返ってくるんだけど、あれかなと思ってたら、そうだお。友知恵の方を読み込まなきゃいけないんだお。というわけで、時間切れになったらプリプリ委員長が遊びに来てくれたお。うん。ただ、マイキャラちゃん自分で使わなくても、その、なんだ、今自分が使ってる使用キャラに着せたコーデを、マイキャラちゃんが来て友知恵になるんだおね。なんかちょっと、複雑中。いや、まあ、そういうもんなんだおね。で、出たのが、クロズミックスリバートゥープス。いつものと違う、だと。シルバー。これにも色違いがあったとは。たまげたな。で、次に出たのが、フォワーメレンゲトゥープス。いいよ。ちょいちょい出てたんだけど、なかなか撮る機会がなかったからな。で、カイトズイニアスワンピ。結構揃ってきたのかな？あとは、マスクつければ、マスクつけてヘッドパーツだっけな？なんか揃えば、
ジーニアスっぽくもなれるね。まあ、なるかどうかはわかんないけど。で、マーボースワンスカート。このシリーズはもうなんか、ちょっと、色が統一してくれないから、持ってたっけなーってなるわね。で、ラストは、ヴァンパイアシューズ、ん?違う、ヴァンパイアローズシューズ。いいよー。なかなか脚曲いい感じのブーツ。シューズか。グッド。さあ、パキラーロの前にだわ。なんと今回、一回目と最後で、カミレアガチャ当たったわ。なんかちょいちょい中身なくなっても入れてくれるんだわね。グッド。一回目の方がこっちか。なんと。第一弾。第一弾の、不朽なソフィー様が出たよ!これであとは、第一弾のラーラと、あとは、イゴちゃん。この二人が来れば、コンプリート。さあ、誰が来るんだ?どっちだって、オラは心の準備はバッチ。プシューなるほどね。なるほど、なるほど、なるほどね。食べよう。さあ、パキローか。さて、じゃあ今回は、あいうえお作文でもしながらパキってみようかな。あ、愛してる。言わせるなよ。う。ウクライナで。え。永遠の。お。お尻ペンペン。海賊に囲まれて、奇想天外な、く、靴紐を、け、計画的に結ぶ。なるほどね。これ以上ないくらいの。さ、殺人的加速力で、し、新幹線を、か、すこぶる早くせ、せかせかと、そうか、速攻で、そうか、ん、さしせそ、宅配のお兄やんに頼む。というわけで、チャオ。